対抗できるかと狙った。さあここはうまくここ入っている、平手を落とした。ポータルが入っているがこれも抑えている。うわすげーうまい。ハイアンブルーファンダFFL 公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ナレーターの藤です。本日はパラレルプレゼンツ厳選 FFL APEX モバイルスーパープレイ集をお届けいたします。その前にパラレル様のご紹介です。ここではパラレル様の魅力を40秒でご紹介いたします。それでは行きましょう。パラレルはスマートフォン、タブレットでの利用に最適なボイスチャットアプリです。日本だけでなく世界中のモバイルゲームプレイヤー、 FPS ゲームのプロ選手たちがパラレルを愛用しています。パラレルは他の通話アプリと異なり、通話中でもゲームの音が小さくならず、音の上下左右の方向がわかるステレオ音声でゲーム音が再生されるのでモバイルゲームには最適です。その他にもパラレルでは通話しているお友達と楽しめる機能が満載。友達をボイスチェンジで驚かせたり、 YouTube の視聴を画面共有で一緒に楽しめたり、広告なしで遊べる定番パーティーゲームが内蔵されているなど、通話を盛り上げる機能が盛りだくさんです。これを機にぜひインストールしてみてください。それではお待たせいたしました。パラレルプレゼンツ厳選 FFL APEX モバイルスーパープレイ集スタートです。ハイアンブルーファンダー。さあアンチ端カットを狙う。ここはサスケツバキ、おー一気に来ましたね。即席プレデターの集いですね。さあノックスガスの中、うまくラスト一発捉えられない。ここはカウンターのマスティフェ、しかし味方がうまくカバーに入ってラスト1枚 1v1 だ。ここ取り切った。お見事。おお長打のウィングマン当てますね。このレンジを制圧、消えてしまったがうまくフーガのポータルからポジションを取りに行く。いいドームですね。さあドームライン押し上げて防衛爆撃、綺麗に刺さっている。ここから精密な射撃でのウィングマン、お削った1枚はキーバが取れます。さあラストの4体ですが、ここをうまくコントロールから仕留めていきました。さあゲンジかなり前を張っています。後ろからの素晴らしい護衛、援護射撃綺麗に刺さっている。ただ影の後ろには2人が出ていた。これうまいですね。すでに前にいたポジション、そして前に出過ぎたプレイヤーに関してはインセンが狙う。いやーしかし人数差があったか。インセン後ろからワンオフ取った、取り返した。俺取ってないぞ、キンノック。死ぬわ、俺アンチが言って。さあどうだ。でかい。あれ。リロード中だ。さらに8中カット。体力差はついているインセイン。上を狙っていく。チキンを売りに。さあリングのダウン。ゲンジが落ちている。さらに上から狙いに行く。真上から。リロード中。バッテリー巻き切られると体力差が変わりますが。位置は取れている。シャカさん。緊張のワンブイワン。また上から行く。弾ないます。弾がないか。ちょっと待って、ディボーション残り28発。あーないですね、どっちもない。ただお互いそのフィジカルで戦い切るしかないか。バッテリーでもいい。あ、まあ、帰って。いや、ない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 。ヘビーアモンもないか。いや弾がない。弾ないっすね。シールドをチャージ中。パンチもいいよ。なんとかジャンプパッドを利用してバッテリーを巻く時間を取って後ろをついていく。削った。いやラストギリギリを抑え切ったのはフェンネルアテナ。これジブでね、ジブでね。おっとこれいますね。回復値を狙った。PC 版だと第5の中心が最初のアンチなんですけども、モバイルはちょっと違いますね。いやさらにインセイン奇襲を仕掛けてからハイグラウンドの取り返し、かき乱していくインセイン。ちゃんと逃げていきますね。うまいっすね。さらにヘイトを買って削れた相手を狙いに行く。ワンノックまで。さあ前々詰めてきた次元。3対2っぽいですね。3対2っぽいですね、はい、2v3 デスボックスを陰に何とか打ち合っていく。味方とフォーカスを合わせている。 1v2 だ。倒せばある。正面ワンマグでいけるか。ファースト倒せれば1マクを落とせればチャンスが見えてくるが、いやー倒せない。落としたノックダウンだ。ワンチャン、ワンチャンス。どうだこの 1v1。 おお落としている。ちょっと銃声は聞こえているか。されてね。おっとおー近いぞ。さあ道端でばったり点滅してるとね。ジャンプさんのとこ入ってるからね。おーっとなんかダンプしてきた。物資が降りてきた。これの物資のリフレッシュあまりにもでかい。また降りてきた。もう降りてきた。なんだクロスを組めている。おーそしてキルポイントで持っていった。連匹の穴を返した。ユナイトとしては3名残っているので、この後ろダウンしているやり合っているところを漁振れば OK。上取れるか。取っていった。ここから車線通すだけ。一歩自成功。最高のポジションだ。
これはプロマ決まりそう。ミスティの確定キルまで。そして120カット、いいダメージ入った。二部隊、これは上から撃つだけ。いやもうガスグレネードも展開されている。ラストワンですね。ガスルトで上からのガスルト決めていく将棋。ラストワンを炙り出して決めていきました。お見事。さあ上登ってきているが、上からどうだ。ジャンプ 1v1、 これ落とせれば大きいぞ。いやうまくドームを使って逃げてくるが、別チーム動き返せないか。コクを切っていく。レートはもらったんで、この間2人がやりきれたなって感じですよね。おお、ここは連匹がノックスガスを展開して上のキープにできている。さあフォーカス合わせた。いやうまく相手側も引いていきますね。さあアンチガイデの戦闘一発。さあ音が抑えた。さあ 2v2 だ。相手はカニバーテン。ラスト1、2対1。さあこれ飛んでるので着地点を狙いたい。おお、ここは置いてた。連匹のノックスガストラップ、ここで複製になった。いやさあ手前に入って、うわしかも蘇生キャンセルさせることができた。いいダメージだ。ラストワンショット、ワンタッチ、ここ取り切れるか。ギリギリ、いやー、抑えた。素晴らしい。ここですけど、いますね。ここはいるっていうのも判明してるんですけども、いい M だ。そして落としきれる勢いだ。120列車高アンチですか。さあここはアンチ見ている。おお、いやー、ここはワンマグで竜を落とした。ナイス、でかい、マジででかい。うまい。キャラクターをうまくコントロールして遮蔽に隠れながら、素晴らしいキャラクターコントロール。仏、ラストジャマイカ狙われる可能性しかない。ジャンプパッド、お祈りで耐久の判断ですね。うまく回復巻き切った。そして後ろついた。どうだ、110カット、ワンノックだ。お、これ行くんですね。お、倒しに行く。家川狙いに行った。おお、刺した。1人アクサ刺しましたね。さらに一発捉えた。ラストワン、チーム N の圧倒的火力によるキルムーブが止まりません。ただまあ別パーティー来ますよね、ユナイトですよね、はい、いやしかし返しエグすぎる。おお、なるほど。ジャンプして高い位置からノックスガス、さらにエリアを取っていく。圧倒的状況チーム N。ノックスガス、ジャンプポット、速い判断、相手の足を奪った。さらにノックスガスダメ押した。ありますね、ムーブは完璧。ただ飛び込んでいく。ノックスガス2ノック、モフ2パー落としてラストワン。いやー完璧、文句なし、スーパープレーの連続。チーム N がチャンピオンチーム。さあここはガスの特権、ノックスガス関係なし、ディボーションで打ち抜いていく。ラストワン決めていく。ピースキーパーで最後仕留めました、グルリ。残りは3部隊、はい、さらにアンチはチーム N に微笑んでいる。いや、これグレネード刺さるんじゃないですか。さあもう1枚まだあるぞ。ここでハーフカットでワンノックまでワンチャンある。さあノックまで持っていった。2部隊ですね。おお、そしてアンチ外での全滅、対抗できるかと狙った。さあここはうまく方向入っている。平手を落とした。ポータルが入っているが、これも抑えている。うわ、すげえうまい。ああ微妙でしたね。サクサ狙っていく。うわ、めちゃくちゃグレード下がってる。刺さってるぞ。うわ、しかもモザンビークからドラキー落とした。さあチーム N のキルムーブ、相手はオーバーキル。これ以上彼らを走らせてはいけない。優勝は濃厚になる。いや、室内ドッテルチーム、たまるか、いきそうか。いや、ちょっと足んないかもしれない。3、いや、ここは強気に前に押す。6ターンが前に押して前線張ってるタイミング。さあ、ノックスがたまった。ギリギリでアルティメットはたまったぞ。気づけているか。気づいている。気づいた。いやー出てない。ノックスガス手前に張って自らのエリアを持った。ジャンパット上から行く。ダウンはまだ取れていないが、このノックスガスが最終アンチ、あまりにも強すぎる。下はガス、さらにジャンプパッドで自分たちは食らわないという時間を作っている。いやー、さらに耐久までしてますね。しっかりと医療キット巻いてますね。
いや、もう時間稼ぐだけでいいんですよね、これも耐えるだけでいい。このインファイト、ダウンまで持っていった。ラスト1枚ユナイト 2V1、 これで3連続チャンピオンのチーム N。 ただでさえ差があった2位との差をさらに広げる圧倒的なチャンピオンです。これは仕掛けに行くか、立て直す前に行きたいが、そこはガス、あまりにも強い。虚空を切って状況は確認しています。しっかりとエリアの抑えれるガスが置いてあって、置いてありましたね。おった、あ、落としたぞ。ここは6段落とした。さらにワンマガジン2ノック取った。ラスト1はウリア。ここはゼルクが意地を見せる最終ゲームのチャンピオン。